僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ロイヤルホテル沖縄残波岬、他各社の提供でお送りします。帰り今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らの2018年9月12日水曜日、時計の針は9時2分を回りました。観光情報番組読谷ラジオスタートです。さあ今日もですね、はい、沖縄県のちょうどね中部に位置します、西海岸に面した読谷村ね、日本一人口の多い村読谷村のですね、はい、こちらは高志峰にございます。32の工房、そして101の感動体験ができるテーマパーク、はい、体験王国紫村サテライトスタジオから1時間生放送で、お届けいたしますよ。はい、本日のパーソナリティはアケポンでお送りしますが、皆さんなんかだいぶ秋の気配を感じてらっしゃるんじゃないでしょうかね。と言ってもですね、まあ、本土の方はね、先ほどのイモーニングでも言ってましたけども、だいぶね、皆さんのメッセージがもう寒い寒い、気温が下がってるっていうお話でしたが、まあ、沖縄はねまだ全然半袖で過ごせるような状態ではありますけれどもね、この季節の変わり目ね、体調など崩さないようにね、過ごしていただきたいなと思います。まあ、ここ沖縄はですね、はい、まだまだ日中も暑いですし、朝晩ね、肌寒いって言ってもね、まあ、本土の方からすれば知れてるような気温ですのでね、半袖まだね短パンでも十分いけるのではないかと思っております。さて、この間ですね、昨日かな、まあ、本土の、夏にですね、沖縄で、まあ、ノアハウスの方でね長期滞在されてたお客様から LINE が来まして、はい、なんかその内容がですねちょっと紹介したいんですけどね、はい、こんばんは、ユンタ市場で買って帰った読谷人参チャンプルーフを使って今晩のおかずにフーチャンプルーを作りました。大阪に帰っても時々大好きな沖縄を思い出していますってね、そのフーチャンプルーのね写真と一緒に、はい、この読谷人参チャンプルーフっていうのをね一緒に写真撮ってね送られてきてたんですけども、はい、なんかもうすごく嬉しくてですね、はい、あ、なんかこうやってね旅が終わって地元に帰ってもこうやってね読谷村を思い出してくれてるんだなと思ったらね嬉しいですよね。それがまた食卓に並ぶというなんて素晴らしいと思いましたけれどもね、はい、ここにも出ておりましたこの人参風ね、読谷村のですねチャンプル市場の方、チャンプル市場じゃ
ファーマーズユンタ市場ごめんなさいね、チャンプルーっていうからユンタ市場でね販売しておりますよ、ね観光客の方もたくさん訪れるねユンタ市場ですけれども、ぜひね皆さん足を運んでね、まあ旅のお土産にねいいかもしれないですね、こうやってね、はい帰ってもねまたねウェミタンソンを楽しんでいただきたいと思います。はい、そんなほっこりするお話をお届けしました。今日もですね観光情報番組読みたんラジオ、ね、1時間よろしくお願いいたします。ナビゲーターはあけぼんです。ね、皆さんが選ぶ、ね、安室奈美恵さんの曲、ね、第1位堂々、1位はヒーローでした。こちらを、ね、本日のドライビングナンバーでお届けいたします。どうぞお聴きください。
お届けしました。本日のドライビングナンバーは安室奈美恵さんでヒーローでした。さあここからは本日の気になるお天気をお届けしてまいりますよ。沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れております。八重山地方は湿った空気の影響で曇っており雨の降っているところもあります。12日の沖縄地方は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨があるでしょう。八重山地方では湿った空気の影響により曇りで、ところにより一時雨か雷雨となる見込みです。本島中南部、南東の風のち東の風晴れ時々曇り、波の高さは 1.5 メートル、降水確率は午前午後ともに 20%、 夕方から夜にかけて 10% となっております。本日のですね、気温、日中の最高気温那覇で32度ということですよ皆さんね。まだまだ暑い沖縄ですね。本当に32度ですかね。まあ朝方はねだいぶね気温も涼しくね落ち着いてきましたけれども、でも日中はまだまだ暑いですのでね、はい、今日もですね高温が予想されるため熱中症などにね健康管理に注意してくださいというふうに出ておりますね。観光ねいらしてる皆様ぜひぜひね油断せずにお気をつけいただきたいと思います。以上本日のお天気予報でした。お届けしております観光情報番組読谷ラジオ、はい、ここでですね一つお知らせがございます。レンタカーを借りてですね、はい、今観光されている観光客の皆様へ素敵なお知らせです。はい、ただいまですね、はい、FM 読谷の方では読谷村ウェルカムプレゼントということでですね、このレンタカードライブマップね、レンタカー沖縄ドライブマップをですね FM 読谷本スタジオの方にお持ちいただきますと、なんと素敵なアケポンも大好きなこのヨミトンのですねピンクのかわいいティッシュボックスケースをプレゼントいたしておりますよ、ね、レンタカーでいらしてる皆さん、ね、せっかくこの沖縄レンタカードライブマップ、ね、手元にあるんですから、ぜひ旅の思い出をねもう一つ増やして帰っていただきたいなと思いますよ、ね。そちらの方ですね FM 読谷本スタジオの方までお持ちください、ね、かわいいヨミトンティッシュボックスケースぜひねまた地元の方に持って帰っていただきたいと思いますよ。それでは一旦 CM を挟んで何でも調査団お届けいたします。
読みたん？なんでも調査団。読みたんなんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らなかったさの枠を広げる読みたんなんでも調査団のお時間です。さて今日はですね、FM 読みたんの方にはですね、様々な、ね、お客様がいらっしゃいます。もちろん観光客の方もですね、先ほど言いましたこのレンタカードライブマップを持ってですねお越しいただく、ね、観光客の皆様も大勢いらっしゃいますのでね、その時にですね、スタジオにいらした方で観光客の方にですね、インタビューして、ね、読谷村のおすすめスポット、ね、感想なども聞いておりますのでね、また今日はそういったインタビューをですね皆様に聞いていただきたいなと思いますよ。まずですね、じゃあこちらのですねお声を皆様にお届けしたいと思います。ちょっと待ちくださいね。はい、はい、こんにちは、平響18歳です。沖縄市から来ました。読谷村のおすすめポイントは、先ほど言ってきたんですけど、紫村にある温泉がすごく良くて、いいっていうのも、暖かいし、しかも外も見つつ中に入って温まるっていうところが最高に良かったです。さっきシャワー浴びてきて温泉入ってリラックスしてきました。皆さんもぜひ行ってください。はい、じゃあ名古屋から来ました佐藤です。佐藤勲です。私は佐藤光子です。名前を言っていただいてありがとうございます。読谷村良かったとこ、良かったところは、っていうか残念だったところが、東大の三波東大の工事中、あれはびっくりしましたね。2年ぶりに来ましたけど ね。でも大きなシーサー良かったね。良かったですね、そこでねちょっと写真を撮らさせても乗っちゃいました、乗っちゃいましたね、はい。それから初めて行った世界遺産のザキミ城跡だね。あそこも良かったね。なんかパワーをもらったような気がしました。なんかね、日本じゃないみたいなね、外国に来たような感じで ね。良かったです。とても素晴らしいところで、いい思い出ができました、近くのミュージアムもできたばっかりで、今度はちゃんと入りたいと思います。で、ここはなんていうの、まだ喋るんですか？ FM のはい、ここの FM のスタッフの方がとても親切で、良かったね。いろんなことで撮影していただいて、ありがとうございます。こんなことになっちゃいまして、素晴らしい思い出ができました。また来ます。読みたんさん、また来年度来ますので、よろしくお願いします。さよなら、ありがとうございました。はい、沖縄バイクジムカーナの尾長です。僕の読谷のおすすめスポットは、麺屋八連さんですね。ちょっとのろけになってしまうんですが、食にうるさい彼女が美味しいと言ってくれた数少ないお店なので、皆さんにもぜひぜひおすすめしたいところです。あとはククル読谷サーキットさん、僕自身がまだあまり行ったことがないんですけれども、知り合いであるとか僕の父とかも遊びに行ってすごい楽しかったよと。で、僕はバイクジムカーナバイクをよく乗るんですけれども、同じモータースポーツのくくりでカートもたくさん体験して遊びたいなと思いますので、ぜひこっちもおすすめです。さあ、お聞きいただきましたけれども、いかがでしたでしょうかね。今日はですね、この、4人のお声をねお届けいたしましたけれどもね、最初のこの平響さんね、この紫村の温泉がおすすめですよと言っておりました。
はい、皆さんは行ったことありますか、ね、紫村にですね、はい、ドゴールの湯ということでね、純天然温泉、うん、がありますけれども、はい、中も広くてですね、気持ちいいですし、ね、外を見つつって、ね、言ってましたけどもね、まあ、私は男風呂は入ったことがないのでわからないんですけども、若干ね、なんか外が見えるような、はい、感じ、はい、わからないでもないですけど、はい、見えてね、はい、まあったかいのに使ったり、ね、また外でシャワーしたりまた使ったりっていう形でね、まあ、確かに気持ちいい、ね、のでね、まあ、宿泊のお客様じゃなくてももちろん、利用できますのでね、ぜひ皆様にも、ね、あ、そうなんだ、読谷村、ね、あるんだお風呂が、ね、純天然温泉ドゴールの湯、ね、ありますので、ね、利用していただきたいなと思いましたし、また、名古屋からのですね、はい、佐藤勲さん、光子さんご夫妻ですかね、この残念だったのがね、この灯台が工事中だったということで、ね、2年ぶりにいらしたんだけど登れなかったって言ってたんですけどね、そうですね、こちらね、今工事中となっておりますね、はい、こちら自体がですね、確かいつまでだったかな、ね、5月からスタートしててね、11月15日までね、はい、東大の方参観中止期間ということでですね、11月15日まではね、登れないっていう形でね、あの出ておりますので、はい、こちらも情報ですね、お届けしておきたいと思いますよ。でも、ね、言ってましたよね、このパワースポット的なザキミ城跡ね、あそこはもう本当に、ね、素晴らしいとおっしゃっておりましたけども、皆様は、ね、登ったこと、ね、行かれたことありますか、ね、はい、まあ、今年の、ね、またその、6月の23日にはですね、このユンタン、世界遺産ユンタンザミュ、あ、違うね、世界遺産ザキミ城跡ユンタンザミュージアム、ね、長い名前も日本一、ね、はい、そんな感じでですね、このユンタンザミュージアムの方もですね、オープンしておりますよ。ここに来ればですね、もう読谷村のすべてがわかると言ってもいいぐらい、まあ、さまざまなね、歴史や伝統文化、またね、人々の暮らしなどもですね、わかります。なのでですね、まあ、皆様に一度ね、足を運んでいただきたいなというスポットでもございますので、ぜひぜひね、よろしくお願いしたいと思いますよ。はい、また、尾長さんね、はい、尾長さんがねおすすめしてたのが、この彼女がね美味しいと言ってた麺屋八連さん。八連さんはね、この FM 読谷あのがあります地域振興センター、まあ、ユンタ市場の隣にですね、この読谷その地域振興センターがございますけれども、そちらの3階にね FM 読谷本スタジオがございまして、まだそのお隣の方に麺屋八連さんがねございますが、八連さんもねもう大人気でね、いつもねもうお昼時間いっぱいですよね、はい、あちらのねもう麺はどれもおすすめですけど、梅つけ麺 ね、もう私あそこにいたらもうそればっかり食べてたかな ね、 ね、最近行ってないな、食べに行きたいなね、そんな感じでね、はい、彼女が、尾長さんの彼女がおすすめの麺屋八連さん、こちらもねぜひ皆さんに行っていただきたいということで、今日はですね、はい、この、FM みたいにいらした、ね、スタジオにいらした方、そして観光客の、ね、お声をお届けいたしました。さあ、ここからは読谷スポーツインフォメーション。このお時間は読谷村スポーツコンベンション情報をお届けいたします。読谷村であの選手が見れる、読谷村だからできるこそできるスポコン情報です。さてさて、
はい、この時間ね、スポーツ情報ですけれども、まあ、様々なね、はい、スポーツ、まあ、ラグビー、サッカー、ね、そして、中日ドラゴンズのキャンプという形でですね、はい、まあ、読谷村の方では様々なですねスポーツキャンプが行われておりますけれども、はい、その中でも、来週かな、ね、みゆきさんも言ってましたね、モーニングの方でね、この、中日ドラゴンズの、ね、名古屋ドームの方にですね行く、23日って言ってましたかね、読谷でね、はい、実はあけぽんも、はい、行くことになっておりますよ皆さんね、なのでみゆきさんと一緒にまたね会場で一緒に盛り上げたいと思いますので、はい、ぜひぜひ、会場でねこのドームの方でねお会いしたいなと思っておりますよ。はい、まあ、その日程の方もですねちょっと私の方も詳しいことはまだね、お聞きしていないんですけれども、この、まあ、先ほどねイモーニングの方でもみゆきさんがおっしゃってました、22日のね名古屋のどこかで高潮英才隊がね演舞もしますよってことをねおっしゃっていたのでね、ぜひ名古屋の方でもエイサーで盛り上げて、そして、23日ですかね、はい、名古屋ドームの方でですねまた、この試合をね野球の方を観戦して大いに盛り上がっていきたいなと思ってますのでね、ぜひ、多くの皆様に会場にですね足を運んでいただきたいなと思ってますので、ぜひぜひ名古屋でねお会いしたいなと思ってます。エイサーもそうですけど、またいろいろなねこの読谷村のまた、観光 PR のね、イベントなどもあると思いますので、まあ、詳しい日程が分かればねまたね、こちらの方でもお知らせしていきたいと思いますので、とにかくあけぽんは今からもう会場に行くのが楽しみで、人生初めてですね野球観戦をするのは、なのでね名古屋ドームたっぷりと楽しんでいきたいと思いますので、皆様会場でお会いしましょう。はい、それではまた一旦 CM 挟みたいと思います。ロイヤルホテル沖縄残波岬インフォメーション。ロイヤルホテル沖縄残波岬インフォメーション。自由気ままにリゾートアイランド、白い砂浜と澄み切ったブルーの中、癒しのリゾートホテル沖縄、ロイヤルホテル沖縄残波岬、心からのおもてなしで皆様をお迎えいたしますということでですね、毎週水曜日のこの時間からは、はい、ロイヤルホテルの方からですねゲストをお迎えして、お届けしてまいりたいと思います。本日もですね素敵なゲストがいらしておりますよ。おはようございます。おはようございます。はい、
はい、自己紹介、ロイヤルホテル沖縄サンパ岬営業部婚礼課の宮平です。よろしくお願いします。はい、宮平さんよろしくお願いします。はい、なんかお久しぶりですね。はい、そうですね。はい、はい、今日もですね、まあ、素敵なね、はい、この限定のね、またグルメ情報などもお届けしていくと思いますけれども、はい、宮平さん、私、はい、8月にですね、誕生日だったんですけど、はいはい、このお誕生日がですね、ちょうど、ティンガーラガーデンがやってるあの8月ですよね、はい、で、私8月の23日が誕生日なんですけど、23日が盆入りだったので、はい、その前日の22日に、予約をして行ってきたんですけどね、はい、もう特等席で花火も見れて、花火も見れて、はい、この13階のね、ラファールの方でディナーをね、そうですね、楽しんでまいりました。いいタイミングで、はい、本当にね、よかったですね。そういった記念日に合わせてね、はい、あのこのロイヤルホテルさん利用されるのもね、本当にいいのかなと思って ね、 皆さんにお勧めしたいですね。はい、ぜひぜひ、はい、はい、さて今日はどのような、はい、今日もですね、はい、旬な話題ということで、はい、9月限定のレストラン情報をご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずは、13階スカイレストラン、はい、ラファールのお昼の、ランチビュッフェの方からご案内いたします。はい、今月9月1日から11月30日までは、はい、選べるメインディッシュとイタリアンランチバイキングと題しまして、メインディッシュをステーキまたはお魚料理から1品お選びいただいて、その他は、うん、イタリアンの、バイキングということで、はい、ご用意しております。はい、で、こちらですね、通常、まあ、13回料金、大人お一人様、中学生以上2000円、小学生1000円、幼児3歳以上未就学児500円ですが、はい、ちょっと、旬な情報で今だけ、9月限定でですね、はい、ランチ、感謝プランというのが、特別感謝プランというのをご用意しました。はい、はい、どういったプランでしょう。こちらはですね、あの、ワンツープランがあるんですけど、はい、まず1のプランは平日限定みんなでゆっくりレイトプランと題しまして、はいはい、こちら平日に限らせていただきますが、土日祝祭日除く、お昼1時15分後からのご入店のお客様で4名様以上のご来店でですね、はい、通常あの大人2000円の、ランチビュッフェがなんとお一人様1600円、 20% オフになります。すごいですね、4名様からのご利用で、はいはい、で、こちらのプランにはなんとですね、また、食後ですね、まあ、当日のみ有効なんですが、1階のティーラウンジで使えます食後コーヒーチケット、はい、またショッピングプラザで、10% のお買い物割引チケットをプレゼントいたします。すごいですね。はい、まあ、こちらの方は平日限定で、まあ、お昼、1時15分後からで4名様ご利用のお客様に限らせていただきますが、うん、はい、こちら平日の、女子会にぴったりのおすすめプランとなっています。ぴったりですね。はい、でもう一つは、はい、2のパターンは、大人、5名様以上から、うん、お一人様無料ということで、はい、こちらの方はあの平日土日祝祭日は、どちら、限定はありませんで、5名様以上のお客様でですね、はい、なんとお一人様5名様に対しましてお一人、無料となります。ですので、うん、5名で行って割り算するとお一人1600円でご利用いただけるという、はいはい、あれですよね、じゃあ先ほどは4名の以上の、ね、はい、プランで、はい、こちらのプランは5名で5名だと1人無料、そうです、はい、こちらの方は時間制限はありませんので、はい、あと土日祝祭日も対応ということで、ただし、はい、こちら期間がですね、はい、1のプランは9月28日まで、はい、2のプランは9月29日までとなりまして、はい、ちょっと除外日もございますので、はい、ぜひともご予約お問い合わせでですね、はい、このプラン、いらっしゃっていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、また、もう一つ、ディナーの情報もですねお伝えします、はい、お願いします。30周年記念、ということで、7月3日に当ホテル30周年ということで、はい、その月ですね、期間限定のグルメディナーを、ご用意しましたが、はい、第2弾ということで9月限定グルメディナー3930円、3930周年にかけて、うん、3930円のグルメディナーをご用意いたしました。はい、ただいま9月は当ホテル6カ所のレストランが営業中でございまして、はい、各レストラン、3級
30という、キーワードで、同じ、料金での、プランをご用意しています。まず、はい、プールサイドのウチナーダイニング海風では、はい、90分の食べ放題&、生ビール1杯でプラスその他飲み物飲み放題という、はい、太っ腹な、ね、はい、プランをご用意しております。はい、はい、こちらの方はまた島唄の生ライブなども聞けますし、うん、はい、おすすめですね。はい、でまた、1階には中国料理レストラン流水、こちらは、はい、おすすめは、黒毛和牛の、一品に、プラスオーダーバイキング、うん、という、食べ放題、はい、はい、で放題お隣に、バーベキューレストランロイヤルパームがございます。はい、こちらは、バーベキューバイキングにプラス、レストラン指定の、ドリンクがワンドリンクサービスという内容です。はい、でさらに2階には、日本料理琉球料理の花ウィーというのがございます。はい、こちらは、通常5500円の懐石料理が、この期間、3930円でお召し上がりいただけます。また、2階、バイキングレストランコローネ、こちらは、はい、バイキング料理にプラス飲み放題も、90分という、飲み放題がつくプランになります。はい、そして、13階スカイレストランラファールですね。はい、こちらはお昼はランチビュッフェですが、夜は、コース料理のレストランに変わりまして、洋食のコース料理、特別メニューにプラスレストラン指定の、ワンドリンクを、1杯サービスいたします。はい、はい、大変お得な、9月限定のプランですので、ぜひぜひもし機会がありましたら、9月お誕生日のお客様とかいらっしゃいましたら、ね、いかがでしょうか。はい、ね、でもこの、ね、9月限定ということでね、はい、私この日本料理のね、はい、花ういの方ね、あ、行ってみたいな。あ、そうですね、通常まあ5500円の懐石料理が、ね、すごいですね、3930円でお得にお召し上げていただけますので、本当ですよね。はい、やっぱりまた観光客の方もですね、はい、この、島唄ライブの演奏がある、そうです ね、ここなんか、はい、いいですね、プールサイドの海風ですね。はい、はい、こちらの方もこれは雨天でも大丈夫なんですか。はい、島唄ライブはレストランの店内で行っておりますので、うんうん、はい、はい、雨天でも大丈夫です。大丈夫ですね。はい、はい、まあ、まだまだね、沖縄は夏ということでね、はい、日中は32度ということで今日もそうなんですけども、バーベキューの方とかもいかがですかね。そうですね、どんな感じです。今の時期バーベキューレストラン、うん、もですね、はい、まだ大学生の皆さんとか、うん、夏休みでということで、はい、多く若い方が、訪れてますので、にぎわってますよ。そうですよね。はい、ね、ぜひね、お得なね、この9月の限定プラン、はい、皆様ね、今月ねまでですので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はいはい、詳しくはですね、うん、ご予約お問い合わせでですね、はい、ロイヤルホテル沖縄残波岬、098-958-5000、958-5000番までご予約お問い合わせでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、さてまだまだ続きますよ。はい、皆さん、もう一つ、9月のですね、1日限りのイベントをご紹介します。はい、はい、お願いします。もう9月14日金曜日、うん、明日明後日になるんですけど、はい、ワインとカクテルの共演、1階のプレシャスホールを使ったガーデンテラスでの、こちら、はい、秋の、まあ、ちょっと、早いかもしれませんが、こちら、カクテルと、ワインの共演を行います。はい、はい、当ホテルには日本ソムリエ協会認定のソムリエ、林田さんと、日本ホテルバーメンズ協会認定のマスターバーテンダーのヨヘナさん、うん、お二人いらっしゃるんですが、はい、お二人が、皆様の前で、カクテルをお作りしたりワインのサービスを行います。うん、でさらに、お料理に合わせ、ワインに合わせた、お料理、はい、とかもですねご用意しておりますので、はい、ぜひワインカクテルに興味のある皆様、1日限りのイベントでございますが、そうですね、いかがでしょうか。はい、はい、こちらの方は時間、日程の方はどうなってますか。そうですね、14日金曜日、夜、19時からですね、はい、お一人様5000円で、ワイン、はい、食事込みで50名様限定の、50名様、はい、1日限りの、イベントとなっておりますので、もしご興味のある皆様どうぞお問い合わせよろしくお願いいたします。そうですね、はい、もうね今週金曜日となってますので、ね、はい、ぜひぜひ早めにねご予約もいただきたいと思いますが、はい、ね、はい、こちらも先ほどと同じ電話番号で大丈夫ですかね。そうですね、はい、ぜひご予約お問い合わせでですね、うん、098-958-5000、098-958-5000番までどうぞ、ご予約でよろしくお願いいたします。なお、はい、人数が定員を達した場合は、うん、締め切らさせていただきますので、ご了承くださいませ。はい、よろしくお願いいたします。もうこれこそ、はい、もうこれもスペシャルですね、かなり。はい、9月はもういろいろレストラン、ね、本当ですね、いろいろイベントが、目白押しですね。はい、はい、
さあまた、はい、さあ、いよいよレストランだけではございませんので、婚礼家の方も、イベントがございます、はい、来たる9月24日、月曜日になるんですが、はい、ブライダルフェアを開催いたします、はい、はい、こちらはあの限定20組様ということで、まあ、お一人様参加費といたしまして1000円の会費が頂戴いたしますが、はい、1組4名様までご利用いただけて、中身がですね、はい、朝11時半から、受付の後、12時から、チャペルビアンカを使った、模擬挙式を見ていただいて、うん、その後あの1階のプレシャスホール、はい、こちら披露宴最大600名様まで収容できる大きな披露宴会場を使っての、あの模擬挙式、模擬披露宴ですね、そして、また、会場内にはあの衣装展示、各社、あります。予定ではあの5社ほど入る予定なんですが、5社ですね、はい、はい、ビッグブライダルさん、千代田ブライダルハウスさん、ブライダルハウスチュチュさん、そして読谷にありますブライダルジョイさん、はい、また、今回、渡部ウェディングさんも、あの出展予定でございます、はいはい、でその他あの、引き出物のコーナーとかですね、はい、ジュエリーコーナーなどもありますし、はい、また模擬披露宴の中ではの婚礼料理を、試食コース仕立てで試食していただきます、はいはい、でその後、2時半から4時まではあの個別の相談会ということで、これから、披露宴検討されている皆様、はい、無料のお見積もりとかですねプランの、ご紹介とかもいたします、はい、で、さらにこのブライダルフェアでですね、はい、ご制約、ご制約、仮予約されて、はい、ご制約された場合ですね、はい、うんうん、嬉しいあの重大特典というのもご用意しております。はい、はい、10の特典、はい、はい、行きましょう、行きますか、はい、婚礼の試食プレゼント6名様、はい、新郎新婦お二人様へ記念のディナーチケットプレゼント、うん、フォトブース2万1600円のところを 50% 割引、はい、でまたドライアイスの演出プレゼント、両親への花束プレゼント、うん、シャボン玉演出をプレゼント、はい、集合写真データワンカットプレゼント、はい、ウェルカムドルチェのプレゼントに、3種類のカクテルをですねフリードリンクの中に、組み込みましての、通常まあ480円のところを240円でフリードリンクにプラスして、行える、特典と、うん、あとまた当日新郎新婦様への宿泊プレゼント、はい、この重大特典ですね、はい、そうですよね、もうダダダってね、はい、読み上げましたけれども、これあの人数によって、70名から20名様ですとうち3個、うん、200名様から400名様ですと6個、はい、400名様以上ですと全部、はい、プラスですねこのブライダルフェアで、1週間以内でのご制約の場合は、うん、プラスあの費用から5万円引きという、はい、はい、特典がつきますので、もうすごい盛りだくさんの、ね、内容でしたけれどもね、はい、ね、この秋にですねまたねご結婚予約ということですね、もう問い合わせとかですね来年の、うん、そうですよね、もう9月まで、うん、もう1年先までもう最近問い合わせ入ってきてる状態でございます。そうですよね、はい、ね、そんな感じでね、ぜひこの機会にですねこのブライダルフェアぜひぜひね、はい、ご参加いただきまして、はい、またねご予約いただきたいと思います、はい、こちらもう今日はね、婚礼課の、はい、はい、お問い合わせ番号をお伝えしますね、はい、098-958-7200、098-958-7200、婚礼課朝10時から夕方7時までですね、はい、お待ちしております。はい、はい、もう今日もですね時間いっぱいね、お届けいたしました。本当にねもうまだまだ足りないぐらいですよね、宮平さん ね今日も時間いっぱいでした。はい、今日もね婚礼課の方から宮平さんお越しいただきました。本当にありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。
用レンタカーラジオドライブマップご案内します。瞑想レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三女会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーです。さあ、オープニングの方でもですね、はい、お知らせいたしましたけれども、この、レンタカー沖縄ドライブマップ、皆様ね、ね、この観光でねレンタカーを借りている皆様、はい、ラジオをお聞きになられておりますでしょうか、ね、このレンタカー沖縄ドライブマップ、ただのドライブマップじゃございません。まあね、さまざまなね、はい、沖縄の道路事情でしたり、あとね観光のね、ね、あの場所の案内、グルメの情報、ね、いろいろさまざまありますけれども、ね、私たち、ね、この FM 読谷 78.6MHz、ね、FM 読谷のスタッフがおすすめするですね、読谷村のスポットもですね、なんと31ページの方に掲載されておりますよ、ね、ぜひご覧になりながら読谷村にも足を運んでいただきたいなと思っております、ね、そこでですね、ただいま FM 読谷の方では読谷村ウェルカムプレゼントということでですね、はい、読谷村のパワーアップキャラクター読谷のですね、はい、ピンクのティッシュボックスケースをなんとプレゼントしております。こちらね非売品なんですよ、はい、なのでね、このねドライブマップを持ってきた観光客の皆様にしか渡しておりませんので、ぜひぜひね、旅の思い出にスタジオを見学もしながらゲットしていただきたいなと思っております。ぜひよろしくお願いいたします。以上、瞑想レンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。さあ、お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、ね、はい、もう、ま、ね、エンディングになりますけれども、皆様1時間あっという間でございます。さあ、今日はね、はい、メッセージ届いてるかな、届いてるかな、メッセージ、これはですね、今日かな、はい、あ、届いております、ありがとうございます。こちらの方はどなたでしょうか。ラジオネームのぶさんから届いておりますよ。のぶさん、ありがとうございます。おはようございます。今那覇空港にいるんだけど、え、那覇空港にいるの、あら、那覇空港にいるんだけど、9時40分にはまた飛びやっちゃうから、あら、飛び立っちゃうのかな。せっかくのアケポンの読みラジが最後まで聞けないよ。どこに向かっているかお家の番組あたりでメッセージしますって。あら、どこにですか、海外脱出ですか、あ、これは離島かな。あら、のぶさん、今回はじゃあ読谷村にはいらっしゃらないでね、読谷那覇空港経由でね、どちらかに行かれるということで楽しみですね。またね、お昼のラジオってことは、じゃああれかな、スカイミュージックツアーかな、ね、れいこさんの番組かな、ね、あ、じゃない、本和歌かなね、じゃあ楽しみに待っていますね、はい、のぶさん、楽しいね旅行ね、行ってきてください、ね、ぜひ情報よろしくお願いしたいと思いますよ、ね、メールは以上かな、メールは大丈夫かな、はい、ね、以上みたいですね。さあ、今日もですね、はい、
さまざまな、ね、情報をお届けしてまいりましたけれども、先ほどの、ねロイヤルホテルさん、ね、9月限定のプランね、もう美味しいプランばかりでしたよね。皆さんね、ぜひぜひ、このディナーもそうですけれども、ランチもそうですが、ねこのね、まあ、宮平さんをね婚礼係ですので、ぜひブライダルフェアもですね足をお運びいただきたいなと思いますよ。そして先ほどね言ってましたよね、一日一夜限りのねこのカクテルとワインのね共演ということで、まあ、ソムリエのねヨヘナさん、林田さんがね、はい美味しいカクテルもねご準備するそうですので、ね、9月14日の金曜日、もうあさってですね、プレシャスホールの方で出てましたよね。はい、ぜひぜひ皆様足をお運びいただきたいと思います。もう一度ねこの、ロイヤルホテル沖縄残波岬の方のご予約の連絡先申し上げておきましょう。電話番号が 098-958-5000 098-958-5000 番となっております。ぜひ皆様ご予約よろしくお願いいたしますよ。ね、ねこのね30周年記念ね9月限定プラン、アケポンもね8月にねこの、スカイレストランのラファールの方でね夜のねディナー誕生日をね祝っていただきましたけれども、やっぱりねこういった機会に9月のお誕生日の方ぜひぜひご利用していただきたいなと思っておりますね。これすごいですよね、日本料理のね2階の琉球料理花浮さん、通常5500円の懐石料理が3930円でねお召し上がれるということで、ぜひ食いしん坊のあけぽん行きたいなって感じですね。はいもう食の話ばっかりで終わってしまいましたけれども、皆さんねいかがでしたでしょうか。お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ロイヤルホテル沖縄残波岬他各社の提供でお送りしました。はい、今日もねアケポンでしたけども、明日もアケポンですので、ぜひ皆様聞いてくださいね。それでは沖縄県、そしてここ読谷村に瞑想れ、また明日も聞いてね、バイバイ。